ジョージ・ヘンリー・トーマスは、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時の北軍将軍として、西部戦線の主要な指揮官の一人であった。トーマスは、米北戦争に従軍し、バージニア人として遺産を相続したが、南北戦争のために、アメリカ陸軍に残ることを選択した。ケンタッキー州でのミル・スプリングスの戦いで、北軍としては、 南北戦争で最初の勝利の一つを得た。さらにペリービルとストーンズリバーの戦いでは重要な舞台式を取った。1863年のチカマウガの戦いでは、頑強に守って北軍が完全に大崩れになるのを防ぎ、その最も有名なあだ名、チカマウガの岩をもらった。その後まもなく、第三次チャタヌウガの戦いにおけるミッショナリーリッチで劇的な突破口を開いた。 1864年のフランクリン・ナッシュビル方面作戦では、ナッシュビルの戦いで、南軍のジョン・ベルフと将軍の軍隊を打ち破り、南北戦争でも最も決定的な勝利の一つを成し遂げた。トーマスは南北戦争でかなりの功績を挙げたが、ユリシーズ・グラントやウィリアム・シャーマンのような同時大臣ほど、歴史的な称賛は得られなかった。自己宣伝を避け、 正当だと考えないときは、昇進を辞退するようなのんびりで、慎重な将軍としての評判を取った。戦後、その功績を宣伝するような回顧録を書かなかった。グラントとは、人間関係もうまくいかず、グラントが昇進して、最終的にアメリカが衆国大統領にまでなったのに対しまずい、結果になった。トーマスは、バージニア州サザンプトン軍で、 ノースカロライナ州までは5マイルしか離れていないニューサムズデポで生まれた。1831年、ナットターナーの奴隷反乱のためにトーマスはその姉妹や未亡人になっていた母と共に家から逃げ出し近くの森に隠れることを余儀なくされた。1840年にアメリカ陸軍士官学校を卒業し、フロリダ州でのセミノール族インディアンとの戦争および米国戦争では、 ブラウントリデ、レザカデラ・パルマ、モンケレー及びブエナビスタの戦いに、砲兵巡大尉として従軍し、戦闘中の決出した勇敢さで3度昇進した。1851年から1854年には、ウェストポイントで教官を務めた。1855年、時の陸軍長官、ジェファーソン・デイビスによって、第二アメリカ騎兵隊の少佐に指名された。 1860年8月26日、テキサス州、ブラゾス川のクリーアフォークで、コマンチェ族戦士との衝突中に、顎の近くの肉を通り胸に突き刺さる焼傷を受けた。トーマスは矢を引き抜き、軍医が傷口の手当てをした後で戦い続けた。南北戦争が勃発すると、トーマスの連隊から3人の上官が除隊した。南部生まれの多くの将軍たちがその出身州に、 つくすか国のためにつくすかで別れた。バージニア州出身のトーマスは決断に苦しんだがアメリカ合衆国に泊まるという選択をした。妻は北部の生まれでありトーマス自身が奴隷制を嫌っていたことがこの決断に影響したと思われる。これに反対したトーマスの親兄弟は壁にかかっていたトーマスの絵を裏返し手紙を破棄し二度と話をしなかった。 それにもかかわらず、トーマスは、周りからもある程度疑われながら、北軍に止まった。1861年1月18日、サムター要塞の戦いの数ヶ月前、バージニア士官学校の校長職をあてがわれた。しかし、バージニア州知事のジョン・デッチャーから、バージニア暫定軍の兵団業務局長になってくれと、申し出がありこれを拒絶したとき、 脱退推進派側に傾く心が否定された。トーマスは続けざまに昇進して1861年4月25日に中佐、5月3日に正規軍の大佐、8月17日には志願兵隊の巡勝になった。第一次ブルランの戦いの時にシェナンド渓谷においてロバート・パターソン少将の下で一行旅団を指揮したが、 それ以降の任務はすべて西部戦線ということになった。ケンタッキー州東部で独立した部隊を指揮している。時に、1862年1月18日、ミルスプリングスの戦いで、南軍のジョージ・クリテンデン将軍とフェリックス、ゾリコファー将軍の部隊を破り、これが南北戦争では北軍にとって初めての重要な勝ち戦となり、 ケンタッキー州東部での南軍の力を弱め、北軍の指揮を上げることができた。1861年12月2日、トーマスジュンショーはドンカルロスビューイル将軍のオハイオ軍の中で第一師団の指揮を任された。1862年4月7日のシャイローの戦いでは2日目に参陣したが、戦闘が終わった後に到着した。 シャイローの勝者ユリシーズ・グラント少将は損失の大きな戦闘であったために厳しい批判を受け、その上官ヘンリー・ハレック少将は、そのミシシッピ方面軍を再編成して、グラントを野戦の直接指揮官から外した。方面軍の三個軍は分割され、三つの翼に再結合された。トーマスは4月25日付で少将に昇進し、 グラントが指揮していたテネシー軍4個師団とオハイオ軍の1個師団からなる右翼の指揮を任された。トーマスはコリンスの包囲戦でこの想定上の軍隊を率いて成功した。6月10日、グラントは元のテネシー軍の指揮官に復帰した。トーマスはビューエルの下に着いた。1862年の秋に南軍の将軍ブラックストン・ブラックがケンタッキー州に侵入した時、 北軍の最高司令部はビューエルの用心深い傾向に神経を尖らせ、トーマスにオハヨ軍の指揮を提案してきたが、トーマスがこれを拒絶した。トーマスはペリービルの戦いではビューエル軍の副司令官であった。この戦闘は戦術的には引き分けたが、ブラックのケンタッキー侵攻を止め、自発的にテネシー州に撤退させた。この時、ビューエルが ブラック軍を追撃しなかったことで最高司令部は、憤満を募らせ、ウィリアム・ローズクランズ少将に指揮を交代させた。トーマスは、ローズクランズの下で、新たに、カンバーランド軍と改名された軍の中央軍の指揮を任され、ストーンズリバーの戦いでは退却する北軍の中央を固めて、再度ブラック軍の勝利を阻止し、印象的な働きを残した。 1863年6月22日から7月3日にかけてのタラホーマ方面作戦では、デシャードからチャタヌーガに向けたミサオ軍で最も重要な部分を担当し、テネシー川を渡った。9月19日のチカマウガの戦いでは、第14軍団の指揮を取り、北軍右翼が崩壊する中で、ブラック軍の猛攻を受ける絶望的な防御戦を再度守り抜いた。 トーマスは突破され散り散りになった北軍兵をホース州立地でかき集め北軍が望みのなくなるまで崩壊するような重大な敗北から救ったカンバーランド軍の野戦士官で後に大統領になったジェームズ・ガーフィールドが戦闘中にトーマスを訪れローズ・クランズからの撤退命令を伝えたトーマスが全軍の安全が確保されるまで守り抜くというとガーフィールドは ローズクランズのところに戻って、トーマスは岩のように立っていると伝えた。戦闘の後で、トーマスはチカマウガの岩というあだ名で広く知られるようになったが、これは強力な攻撃に対して重要なポイントを死守しようとした彼の決意を表現したものであった。トーマスは第三次チャタヌーガの戦い直前にローズクランズの後を受けてカンバーランド軍の指揮をとり、 1863年11月23日から25日に行われたこの戦いではトーマスの部隊がミッショナリーリッチの南軍前線を突破したことが際立ち北軍の圧倒的な勝利となったカンバーランド軍は命令を受けていたよりも前進していたのでオーチャードノブにいたグラント将軍はトーマスに誰が前進を命じたと尋ねたトーマスは私は知らない 私ではないと答えた。1864年春のウィリアム・シャーマン将軍によるジョージア終進行の中でカンバーランド軍は6万名以上の軍隊になっており、トーマスの幕僚はシャーマンの全軍のために兵団や工作を担当し、カンバーランド橋家のような新しいものも開発した。1864年7月20日のピーチツリークリークの戦いでは、 南軍のジョンベルフット中将がアトランタ包囲網を破る最初の試みの時にトーマスの防御陣が相当な被害を与えた。1864年秋にフットがアトランタを放棄しシャーマンの長い通信船に脅威を与えシャーマンに追撃してくるように仕向けた時シャーマンはその通信船を捨てて海への進軍を開始した。トーマスは後に残って フット軍とフランクリン・ナッシュビル方面作戦を戦った。トーマスは少なくなった軍隊を連れて、ナッシュビルまでフット軍との競争になり、ナッシュビルで援軍を受けた。1864年11月30日の第2次、フランクリンの戦いで、ジョン・スコフィールド少将の敗下についた、トーマス軍の大部分がフット軍を追撃し、ナッシュビルに軍隊が集中するまでの間持ちこたえた。 ナッシュビルでは、西部のあらゆる地域から引き抜いた部隊にさらに多くの若い部隊や兵隊部隊のコインまでも組織化する必要が生じた。その軍隊の準備ができ、氷で覆われた大地が溶けて活動ができるようになるまで攻撃を諦めた。北部のグラント将軍その人を含む総司令部は、この遅延に我慢ができなくなっていた。ジョン・エイ・ローガン少将がトーマスと交代するという、 命令をもって派遣され、そのすぐ後で、クラントが個人的に指揮するために、バージニア州の指揮ポイントから西部への旅を始めた。トーマスは1864年12月15日に、ナッシュビルの戦いを始め、2日間の戦闘で、フット軍を事実上破壊した。トーマスは、妻のフランシスル・クレティア・ケロック・トーマスに当てて、次の電報を打ったが、これが、 トーマスの通信文として唯一残っているものである。我々は敵を鞭打ち、多くの捕虜とかなりの量の大砲を確保した。トーマスは、ナッシュビルでの勝利の日付で、正規軍の少将に昇進し、連邦議会からの感謝状を受け取った。少将ジョージ・エイチ・トーマスと、その指揮下の士官、兵士に対し、フット将軍指揮下の反乱軍が著しく敗退し、 テネシー州から駆逐された時のその手腕と不屈の勇気にトーマスはこの勝利でナッシュビルの大土というもう一つのあだ名ももらった。南北戦争終戦後、トーマスは1869年までケンタッキー州とテネシー州の方面軍指揮を取った。アンドリュー・ジョンソン大統領はトーマスに中将の位を提案した。これは 共和党員で後に大統領になるグラントに変えて、トーマスを軍総司令官にする意図であったが、忠義心の厚いトーマスは、政党政治に関わりたくなかったので、上院に懇願して、その指名を引き下げさせた。1869年、トーマスはサンフランシスコのプレシディオに、本部のあった太平洋師団の指揮官職につけてくれるよう依頼した。トーマスは、プレシディオで、 彼の軍歴を批判する記事に対して答えを書いている時に卒中で死んだ。血縁の者は誰もその葬儀に出席しなかった。ニューヨーク州トロイにあるオークウッド墓地にその亡きは埋葬された。リリアン・バターによるトーマスの肖像が1877年、ウェストポイントの士官候補生たちはトーマスに小走りのトーマスというあだ名を付け、このあだ名はその評判を落とすために使われた。 トーマスは背中を痛めていたためにゆるり動いたが、精神的にはゆるりとではなく、貴重面なだけであった。正確な判断と職業的な知識で知られており、一度問題の核心をつかみ行動の時だと思えば活発で素早い行動に出た。カンバーランド軍の古参兵組織は、その存在期間を通じて戦った結果、その成したことすべてに対して名誉を受けるトーマスを見た。 トーマスは、海戦から間もないミルスプリングスの戦いと、終戦間近いナッシュビルの戦いの二つの戦闘のみで、全軍指揮を取った。どちらも勝ち戦であった。しかし、ストーンビーバー、チカマウガ、チャタヌーガ、及びピーチツリークリークの各戦闘における、その貢献は、決定的なものであった。その大きな遺産は、近代戦場原理の開発と兵団の統制にある。 トーマスは外して南北戦争の歴史家たちには高い評価を受けている。ブルース・カットンとカール・サンドバーグは彼のことを称賛に満ちて書いており、多くの者も,のもグラントやシャーマンに次いで南北戦争における北軍の上位3人の将軍の一人にトーマスを挙げている。しかし、トーマスはグラントやシャーマンのように大衆の意識に上ることはなかった。その人生が印刷されて、 好奇心の目にさらされることを好まないと言って、私的な文書は破棄した。1870年代から多くの南北戦争の将軍たちが解雇録を出版し、その決断を正当化し、あるいは古い戦闘を呼び覚ましたが、1870年に死んだトーマスは自身の解雇録を出版しなかった。グラントとトーマスは、その全容が明らかでない理由で、冷たい関係であったが、 同時大臣の証言は多い。チャタヌーガ方面作戦の前に雨に濡れそぼった、グラントが、トーマスの作戦本部に到着した時、トーマスは、他の行動に囚われており、副官が注意するまでの数分間将軍の存在に、気づかなかった。トーマスが分かっていてやったナッシュビルでの遅延、これは、天候のためにやむを得ないことであったが、グラントは、官人袋の糸口が切れやうく交代させる。 ところであった。グラントの個人的な回想録では、トーマスの功績を矮小化する傾向があり、特にフランクリンなし守備る方面作戦の時のことを、トーマスの動きがいつも慎重に過ぎ、鈍すぎる。ただし防御は効果的だと言っている。戦中にトーマスに近しかったシャーマンも、戦後トーマスが鈍いと繰り返し告発しており、 このかすかな賞賛のある通話が20世紀に入っても、近間うの岩に対する評価に影響しがちになった。ワシントンのトーマス広場にある、トーマス将軍の銅像、ありがとうございます。